フィリップ・シャルル・ダ・ランベール、または、フィリップ・カール・フォン・アーレンベルクは、スペイン領ネーデルラントの軍人、外交官。第2代アーレンベルク公、第6代アールスコート公爵。アーレンベルク公シャルルと、妻・アンヌ・ド・クロイの間の長男として生まれた。1616 16年の父の死に伴って、アーレンベルク公くらいとアールスコート公爵くらいお及びアーレンベルク家の領地の大半を相続する。 フィリップ・シャルルの知性、アーレンベルク家の領土では、数多くの魔女狩りが行われている。フィリップ・シャルルは、祖と同様に、スペインとオーストリアのハプスブルク家に仕え、金曜も大騎士団の騎士に常任され、スペイン貴族のグランデの称号も与えられていた。ワロン人連隊の連隊長を務めた。また、ナミウール伯領の総督でもあった。年、フィリップ・シャルルは主君である。 スペインをフェリペ4世に対する無本の計画に参加したという濡れにヌを着せられた。彼はマドリードに連行され、6年後に死ぬまでマドリードの館で自宅軟禁状態に置かれた。フィリップ・シャルルは優れた美術品収集家であり、晩年にマドリードで軟禁されていた時にすら数多くの絵画を購入している。収集した作品の中にはフランスス・ナイデルス、 ガスパール・デ・クラーヤー、ピーテル・パウル・ルーベンス、パウル・デ・フォスのものなどがある。1610年にエピノワ公、ピエール・ド・ムランの娘イポリット・アンヌ・ド・ムランと最初の結婚をし、2条を設けたが、1615年に死別した。1620年に、ラレン・ジョハク、イザベル・ド・クレーモンと再婚し、後継ぎとなる、フィリップ・フランソワをはじめ一難三条を設けたが、1630年に死別。 1632年にホーエンツオレルンジグマリンゲン、ハクカール2世の娘マリー・クレオーファと3度目の結婚をし、シャルルウジェーヌら一男一女を設けた。ありがとうございます。